なあちゃん、お皿ここに置いとくね。お、ありがとう。ご飯炊けたらよそうね。あ、準備するの早かった。まだカレーできてないもんね。うん、大丈夫だよ。なんか天下に手伝えることある？気にしなくて大丈夫だよ。天下ちゃん今日レッスン頑張ってたから疲れてるだろうし。うん。でも天下、今日は手伝いたい。そっか。それじゃあこれお願いしようかな。この型で人参を可愛くしてほしいの。あ、これ天下ちゃんも覚えてる？これ昔二人で使ったよね。うん、人参の花作った。そうそう、あの時はアマナもお料理なんてできなくて、二人ともママのお手伝いだったよね。うん、なあちゃん、この方似てるね。ん？アルストロメリアのロゴ。あ、ほんとだ。花びらが6枚でなんかすごい。ねえ、すごいね。あ、花びら1枚取れちゃった。天下も綺麗なの作りたいのに、なあちゃんのみたいに。おお、天下ちゃんの人参、お星様みたい。え、そうかな。そうだよ。じゃあ天下の人参はお星様。うん。あの時、なあちゃん励ましてくれたけど、お星様にしては絶対ボロボロだった。天下ちゃん？あ、ううん、なんでもない。人参のお花作り、天下行きます。うん、ファイトー。どうかな。あ、今度は綺麗にできた。花びら6枚のお花。明日は雑誌の撮影で、明後日は午後から3人でレッスンだっけ？違うよ、天下ちゃん。逆逆。あ、そっか。明日の午後レッスン、明後日雑誌の撮影。撮影何時から？1時にスタジオ集合よ、天下ちゃん。あ、わかった。1時。お二人ともごめんね。天下、予定のことあんまりちゃんと覚えてない。気にしなくてもいいのに。そうそう、天下ちゃん、アマナと一緒に行動することも多いんだし。うん、でも、
するっちょ。あった。わあ、それ前に買ったやつ。うん、たまに使ってたけど、予定書くの面倒になって今は使ってない。ああ、わかるな。手帳あるある。でもこれ使えばスケジュール忘れないはず。面倒にならないようにちゃんと使えば。ちゃんと。おお、そうだ、手帳をどんどんデコってくのはどうかな。デコってく？うん、予定を書いてお仕事が終わったらできたよーってその部分をデコっちゃうの。それなら楽しくて続けられるんじゃないかな。わあ、それ素敵。なるほど。でもどうしよう、デコ転化できるかな。天下ちゃん、これ使えないかな。シールなんだけど。わ、お星様ピカピカ、めっちゃかわいい。千秋さん、これいいの？うん、このシールかわいいなって思って買ったのに、なかなか使う機会がなくて。使ってもらえたらシールも喜ぶと思うの。そっか。ありがとう。お仕事終わったらそこにお星様貼るの、きっと可愛くなる。なんかやる気出てきた。おお、その息だよ天下ちゃん。天下、お仕事頑張って。それでスケジュール帳、お星様でいっぱいにするね。レクタングラー型、マミー型、いろいろあるんだ。うちにあるのはどの形？このレクタングラー型だったかな。ん？シラフ持ってるの？あ、ううん、うちにあるのは子供の時の。昔家族でキャンプした時のだから、もう使えないかな。キャンプ、なあちゃん、キャンプ道具に双眼鏡とかなかったっけ？あ、そうだ、あったら使えるかも。シュラフ準備 OK、 双眼鏡も OK、 天下の帽子とナーちゃんのマフラー、それにお菓子。あとはゲーム、カードゲームなら3人でできるかな。あ、でも外寒いよね。天下ちゃん？あ、なあちゃん、起こしちゃった？天下、うるさかったかな。ううん、何か飲もうって思っただけだから大丈夫だよ。天下ちゃん、眠くないの？うん、
明日、流星群って思ったら、ワクワクして。そっか。アマナも楽しみ。ね、お星様、なーちゃんと、ちゆきさんと。ねえ、なーちゃん。カードゲームだったら、星、見ながら、できるかな。カードゲーム？あ、やっぱ、なんでもない。なーちゃん、眠い？寝よ。風、治ったばっかだし。うん、ありがとう。でも、それはどっちかというと、天下ちゃんの方だからね。あ、ほんとだ。にぃ。じゃあ、天下もお部屋、戻る。眠れるか、わかんないけど。目を閉じてじっとしてるだけでも、体は休まるみたいだよ。そうなんだ。じゃあ、天下、じっとしてる。うん。それで、明日に備えよう。だね。おやすみ、天下ちゃん。おやすみ、なーちゃん。流れ星。ほんとだ、いた。わあ、すごい。あ、えへへへ。